悪の紋章は、橋本忍の小説。また、それを原作とした、映画、テレビドラマ。小説は、サスペンス小説と称され、朝日新聞2962年に連載、単行本は、朝日新聞社から出版された。1964年に映画化、1965年と1979年に二度に、渡り、テレビドラマ化された。警部補、 菊池正明は、ある時、周囲の裏切りなどによって、悪徳警察官の汚名を着せられ、社会的に地位を失おうとしていた。出所後、菊池は、稲村誠一と名を変え、自分を落とし入れたヤクザの花井、新聞記者の岩崎、自分を裏切った妻の恵美子らに対し、復讐を誓う。そして、自分が転落するきっかけとなった事件の裏に潜む、悪と対決することとなる。 1965年10月7日から1966年3月31日までネット系列にて全26話が放送されたテレビドラマ。放送時間は毎週木曜日22時23時。モノクロ 16mm フィルムで放映。スタッフ主題歌キャストゲスト出演ソフト化1979年1月20日から1979年2月24日まで。 富士テレビ系列でゴールデンドラマシリーズの枠内で全6話が放送されたテレビドラマ。放送時間は毎週土曜日22時22時54分。本作では九十九里浜、箱根、周報道など野外ロケを多く行った。スタッフ主題歌キャストゲスト出演ソフト歌客中1979年1月20日付読売新聞テレビ欄よりありがとうございます。